という雑誌を編集取材をしながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。そしてこのショールーム配信ですけれども、皆さんちょっと短い時間になってしまいますが、ぜひコメントなどで参加してくれたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで早速ですが、よいしょ、ナンさん久しぶりということで来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そしてタイチュンさんこんばんゆずということで、こんばんゆずありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね結構バタバタとしておりましたっていう感じで、何をしてたかというといろいろだったんですけども、なんか移動が結構多かったので、やっと今ちょっとだけ落ち着いたような気がしてちょっと配信しようかなって感じだったんですけども、あ、カズチンさんこんばんイエスありがとうございます。こんばんイエスよろしくお願いします。そうなんですよね、まあまあまあそんな感じでしたよ。近々さ撮影がありまして、なんかそのために着るものを結構自分で揃えるシーンって多いんですよ。で、まあ、当初予定してたものとやっぱなんかそのすごいなんだこれ、あの雪の結晶ありがとうございます。タイチュンさん確かに雪降るぐらい今日寒いですもんね。確かにめっちゃ言えてるわ、これはすごいありがとうございます。今日はとあるハロメイド地元に行ってきました。どこだ、そのハロメンのイベントに行ったんですかね。シローさん改めましてよろしくお願いします。ミヤボーさんおばんゆすです、ありがとうございます。おばんゆすです、よろしくお願いします。おじごさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。お願いします。そうあのですね、なんだっけ、あそうそう、なんか何パターンか用意して自分は持ってい、まあ、行くようにしてるんですけど、なんかその内容に合った衣装とか、あとは、まあ、内容もそうですけど全体的な色味、なんか何を撮るかによるって、まあ、撮るものは決まってるけど、なんかその自分とそのものとか人とかお相手とかそういうのにこう合わせて、まあ合わせに行くかもしくは被らないようにするかっていうのを考えるために何パターンか衣装を持っていくようにしてるんですけど、なんかまあもともと自分が着ていく、その日着ていくもの、これが多分一番しっくり着てるかなと思うものを大好き棒で着ていくんですよ。でも例えばなんかあーちょっと物と色が被ってしまったとかなった時のために、なんかなんだろうな、そうごそごそっとこっちはどうですかみたいなの何パターンかで、その今1パターンしかなくて困ってました。明日買いに行こうかなみたいな、でも明日もなんか編集シーンなんないしやばいって感じで焦ってます。今こう見えてちょっと焦ってるんですよ。あ、カズピョンさん初見だよ、ルームツイッターフォローして、ありがとうございます。なんて優しい方でしょうか。ではカズピョンさんに初見ハイタッチしたいと思います。せーの、初見ハイタッチありがとうございます。アンジュルームの、あ、リカコちゃんの地元の気仙沼にご飯、気仙沼に行ったんですか。結構遠いじゃないですか気仙沼って。電車ですか車ですかね。まあ自分の地元福島の、まあ、北に宮城県ありますけど、宮城の中でも気仙沼って私も行ったことないかな、あんのかな、ちっちゃい時に一回あったかもしんないけど記憶にないからそれぐらいなんで。すごい、何食べたんですか。ちなみにいっぱい美味しいものありますよね。めっちゃ羨ましいです。今日は東京スカイツリーに行ってきました。カズチンさん、スカイツリー行きたいんですよ最近ユス。スカイツリーのお膝元っていうかフットタウンってあるじゃないですか。ツリーがあってその周りを囲うようにできてる店とか屋台みたいな、あそこに行って、私はどうしてもホットの何かを飲んで、はーってこう上を見て、いやー綺麗だなっていうやりたくて、で去年それができなくて、一昨年とその前は行けたんですよ。で友達と一緒に行ったり、まあメンバーかなとか、まあ一番多いのはやっぱライブ帰りとか、ライブ帰りじゃないのあれは、アイドルさんか、
とかと行ってファーってやるのが好きなんですよ。羨ましいです。たっちゃんこんばん、ゆしちゃん久しぶり、ありがとうございます。お願いします。りかこちゃんのお父さんのお店でイクラ丼を食べた。あ、めちゃすごいですね。何そのエモさ。サインとかあるんですか？あるの？どうなんだろう。めっちゃやばいですそれ、羨ましすぎる。イクラ丼なんて絶対美味しいじゃないですか。まあ、気仙沼ね、ほんと海鮮美味しいもの絶対いっぱいあると思うので。そう、ゆず松島なら近年行ったんですよ。あれ2年前だったかなぐらいに松島に行って、まあ、それも宮城ですけど、めちゃくちゃ松島楽しかったんですよね、あの時。結構前だけど、うん、楽しかったから気仙沼も行ってみたいです。あ、小野さん、キラキラありがとうございます。店員さんにりかこちゃんのサイン自由に取っていいよって言われる。ってことはじゃあシロさんはりかこちゃん、あ、聞いたんですか、サイン取っていいですかって。それともやっぱりかこちゃんのファンの方が結構多く、やっぱ、まあ、当たり前か、いらっしゃるのかな。すごい、3200円のいくら丼、3200円、うわー高級。でもめっちゃ羨ましいです。なんかあの北海道に何度かライブで行かせてもらったりとかしてるんですけど、なんかその時になんか海鮮丼やっぱ食べないとと思って食べるじゃないですか。で一個一杯、一杯一杯か、一杯がやっぱ高級でお高いなってちょっと思っちゃったけど、食べて納得みたいな。これはもう値段以上だってなるから、絶対ねそちらのいくら丼も美味しかったでしょうと思います。羨ましいです。やっぱね、その海鮮大好き、当たり前に大好きなんですけど、でも次こそね、もう一回石川県に行きたい。あの海鮮はおわーってぐらい美味しかったから。あとまあ富山も行きたい。で海鮮じゃないけど、やっぱ一回でいいから博多、九州、九州行ったことあっても博多とかないから行ってみたいなって思います。お会計の時にサイン取ってもいいですかって一応許可取った。えらーい、ね、結構ねバシャバシャね取りがちなところをしっかりと。そうですよね。羨ましいです、純粋に。海鮮もりかこちゃんも全部が羨ましいですね。じゃあ皆さん今日も晴れてたから有意義なね一日を過ごした方が多いと思うんですけど、私は有意義っていうよりかは非効率な一日だったので、今日そんなにぶっちゃけ移動しなくても、あの全然なんとかなったところをロスタイムが多すぎてやっちまったって感じです。あとでゆっさんにサインの写真ありがとうございます。楽しみに楽しみに行きます。皆さん、九州に行ったらクエを食べないと。クエって聞いたことあるけど、確かに私食べたことがないんですよ。どんな味なんだろう、食べてみたいです本当に。あ、かっちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんです、よろしくお願いします。そう、なんか今日はそう一日だったっていうただの報告配信になっちゃってますけども、めっちゃなんかあの私って何色が似合うのか今日本当に分かんなくなってしまって、瞑想がすごかったんですよ。私前にあのパーソナルカラー診断をやった時に、春か冬でせめぎ合ってギリ本当僅差で冬だったんですよ。だからパーソナルカラー冬で調べたものの色が私は似合うらしく、そうそうそう、でそうなんだなと思って選ぶんですけど、でもね言うて分からんみたいな、言うても分かんないかったです私は。かっちゃん、クエクエ、確かにクエをクエクエクエ食べたいですね、その通り。
東京スカイツリーはいろいろなコラボカフェが開催していた。あ、今の時期って何やってるんだろう。いつもね、行くたびに何かこうやってるイメージは確かにあるんですけど、スカイツリーってすごいな。ゆか電鉄さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんです。よろしくお願いします。いや、あとでもやばいね、あさってまでにちょっとやらないといけないというか、準備しないといけないものがあと何個あるのかな。ちょっとね、ゲットしないといけないものもあるし、行かないといけないとこもあるし、まあ、あ、やばいな、今日頑張ろう今日頑張ってね、明日朝早起きをして行けるようにしたいところである。まゆむさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんです。よろしくお願いします。すみっこ暮らしが、あ、星のカービィのお店は予約いっぱいで入れなかった。やっぱ人気なんですね。なんかよく街中で見るんですよ、そのなんか商品とかキャラクターのグッズとかいろんな絵とか、なんやかんやバーって見るけど、やっぱ人気ですよねそりゃそうか。コラボカフェか。私はもうコナンのさえ行ければいいなって思うんですけど、まあ劇場版の時期ちょい前ぐらいから各地でコラボカフェ始まったり、まあ終わった後とかもやってると思うんですけど、に行ければもう結構大満足。うん、予約取ったりとかするの本当に大変だし、私そのあんまり予約を取らないで今までの人生生きてきたから、予約の取り方が苦手というか、まあ苦手ですね。いつもああ取れなかったなみたいになるので取りたいですね、取れるもんなら。コナン行くの困難ですね。予約なしで入れたピッチカフェでカレーとスムージー食べた。あの少女漫画のですか、違うかな、あれ違うか、嘘かも。でもなんかそのコラボメニューを見るのすごい面白いなと思ってて、なんかまあそれこそちいかわのカフェとかちょっと前めちゃくちゃ話題になって流行っていたんですけど、その作中に出てくるメニューを、わあ私もって言って一緒に食べれるのはまず嬉しいじゃないですか。なんかね、ちいかわは私もたまにツイッターでチャットを読んだりとかするんですけど、あの二郎系ラーメン見たっけとか食べてたりとか、あ、それがね実際にあのコラボカフェで食べられたりとかしてて、あ面白そうと思って見てたんですよ。いやでもどうかな、私コラボカフェ予約取れたら行きたいけど、でもそういうなんかコラボカフェに、コナンのカフェはですね3回ぐらい行ったことがあるんですけど、どれもねメニューを永遠に決められないくらい、うわーっていう、うわーってなりますね。一番食べて私が高まったのは何だったっけかな、新一のレモンパイ食べたな。あと何だったっけ、アポトキシンだったっけ、なんか食べたんですけど写真を見たら分かります。ゆっさんのコラボカフェ開催してほしいですってことで、コラボカフェやれるぐらいビッグにならないとですね。なんかできたらいいけど、でも前パセラさんとのコラボカフェはやったこともあったんですけど、またやれたらいいですね。まあ、パセラさんの場合はそのコラボルームだ、ルームとコラボみたいなのあったんですけどね、そういうのもまたやりたいなと思いますね。なんかカフェのメニューとか考えたぐらいにしてね、コラボってそういう感じじゃないですか、なんか大体何かその時の限定のメニューとドリンクがあってみたいな、やりたいですね。楽しそう。一日でいいからお願いしたい。私が自ら作りたいですね、その
レシピを持って行ってそれを吸って作ってはいって提供までやりたいですすごい頑張れるかな。でもそんなにできるかわからないですけど、これでも私飲み物を作るのはすごいうまいんですよ。料理をうまいとは言いませんが、飲み物を作るのは結構なんか一目置かれた存在というか、なんか家族からも飲み物に関しては褒められますね。なので、じゃ飲み物中心のカフェにします。そしたら料理は私が例えば監修はしたとしても、実際の作り手はもしかしたら別にいるかもしれないで提供は私がするみたいな、そうしたいですね。それで私はドリンクメニューに勤しむ、オーダーが入ったらすぐ作るみたいな。結構素早いですよ。しかも素早く丁寧にできます何かは。ってことで、お酒ですか。あ、お酒は作れないですけど、カフェメニューは結構できるかなって思ってますねなんか私あれが欲しいんですよ。家でできるカフェメーカーのスチーマーみたいな、こういう銀色のなんかサジみたいなところからシュッてこうスチームが出てくるやつで、シュッて言って入れてフワーって中から例えば牛乳を温めるみたいな。そうそう、牛乳をレンジチンよりも当たり前だけどスチーマーでシュッて中からこうやった方がなんか風味も良くなってより美味しく飲めるんですよ。だからあれ欲しいなと思って調べてたんですよ、この間。高いと思ってサンタさんにお願いしますわそう、ホーム、なんて言うんですか、わかんない、とりあえず家用のカフェの機材みたいな、あれは高いです。でもね、あれなんですよ、それがないくても今100円ショップとかで、100円ショップの中の例えば500円商品とか300円商品とかでそのミルクフォームが作れるっていうのは売ってるので、そのスチームは無理でもミルクフォームを作れるだけでも結構カフェっぽくなるじゃないですか。そうだからミルクフォームでシューってやって、あと沈まない生クリームを買いたいですね。結構生クリームって輸出的奥深いと思ってて、その生クリームをってなんつったらいいんですかね、もう何だったっけ忘れちゃったんですけど、スチームで温めたりとかすると結構泡立ってきてしまうから、その上に出てくる泡の部分が多ければ多いほど生クリームって上に乗せるとすぐ沈んじゃうんですよ。だから極力こう泡をこしてこしてこして、でそこに沈みにくいタイプの、あんまドロドロしてないタイプの生クリームをしてこうふんわり乗せると優しくこう広がっていくんですよ、わって。そうすると上になんかかけたりとかで自由にできるんで、まあ、ラテアートとか私もあんましないけど、何かこうソースでかきたい人はそうやってやった方が綺麗にいく気がしますね。美味しくできるし、しかもやりたいです。ドリンクなるゆっちゃん、そのドリンク担当やりますわ多分絶対誰よりもうまくやれる自信がある気がします。だってその証拠に、これちょっと微妙な話かもしれないですけど、なんか普通にスーパーで売ってるものと100円ショップのもので、私が実際にカフェからテイクアウトした風な飲み物を家で作ったことがあったんですよ。でマミーに、はいこれテイクアウトしてきたよみたいな、今100円ショップでそのテイクアウト用の紙コップみたいなやつ、蓋のやつも売ってるんですよ、セットで3つセットで。ではいって渡したら、ありがとうみたいな、美味しいって飲んでて、マミーのことは騙せたんですよ。そう、私が家でただ作っただけなのにみたいなでも普通にその紙コップになんかドトールとかエクセルシオールとかスタバとか書いてない時点でどこのテイクアウトしたんだろうって、多分彼女はそう思いながらも飲んだんだろうけど、でも騙せたから、そうそう多分いけるんですよ。でもただこれは結果的に言うと、やっぱりうちのマミーは結構騙されやすいので、あんまだからこのエビデンスは当てにならないなって思います。あ、エルちゃんヤッホーありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。
KO さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お願いします。そして直地さん、こんばんです。ありがとうございます。お願いします。そして代表さん、ばんちゃん、ちらありがとうございます。よろしくお願いします。そしてあ、えなさん、こんばんは。ありがとうございます。そしてあ、たいちゅうさん、雪の結晶を降らせてくれてありがとうございます。ファッファッファって嬉しい、ありがとうございます。やったやったやった。キムさん、かわいい、ありがとうございます。お母さんかわいそう。お母さんはいつもそういう私のなんだろう、ちょっとしたいたずらに振り回されてるので、多分ね、慣れっこですよ。はいって言って、まあでもさ、絶対に自信がそれぐらいあるっていう話でもあるんですけど、でもコーヒーじゃないな、あれはカフェラテかをさ、自作してさ、わざわざコップ、あのカップまで買ってきて提供するなんてさ、マミーはよかったねってそう思いました言って、あ、えのさん、クリス、えの島です。ありがとうございます。お願いします。たまに入れます、多分たまに入れます。そのカップにですか、すごい、じゃあ仲間ですね。あれをわざわざやるのってすごい、家庭内でですよ、すごいですよね。わざわざそれだけを100円ショップで買ってきてみたいなそう、気分ですよ、あれは気分。そう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 、ありがとうって言ってね、あれに入ってるだけでなんかこう、なんていうのかな、カフェに行った気分になるんですよね。何これ、あ、そうだ、この間もいただいたあの白いサイリウム振ってくれてありがとうございます。嬉しい、白サイですね、ありがとうございます。そう、私は白い担当なので、あ、白が担当なので白いサイリウムありがとうございますね。え、まあそんな話だったんですけども、いやー、今日はバタついた分この後ちょっと頑張ろうって一応は思ってます一応は本当に思ってます。なので、あー、でもなー、ちょっと本当時間配分ミスったわー、あーと思うと、いやでもそれはちょっと仕方がないので頑張っていこうと思います。ふう、ということで、この後も頑張ろうと思いますので、皆様、最後ちょっと告知だけさせてもらうんですが、明日ですね、明日12月12日の10時25分から日本テレビさんのニノさんという番組に出演させていただきます。大まかな内容としましては、安田顕さんがゲストなんですけども、安田顕さんが地下アイドルの世界に興味を持ってくださってるということで、その安田さんに対してこういろんな角度から見た上での地下アイドルさんのなんかこの今のちょっとおすすめって言ったらあれなんですけど、こういったグループさんがいますよっていう紹介をさせてもらったりとか、あとは宮下草薙さんと一緒にフェスティブさんのライブにこうお邪魔して、実際にこのライブをこう体感して楽しんでいこうみたいな、なんかそういったま、紹介の中の紹介をしていますので、皆さんぜひ明日、ね、全国で見れますので見てみてください。はい、そして、22日が次の私のライブイベントなんですけども、こちらがラックのミニフェスなので今から開けててください。あ、もう予約してください、よろしくお願いします。めちゃくちゃ待ってます。年内ラストのミニフェスです。はい、そしてミニフェスの次があと2つ、多分今月ライブが多分入ると思うんですけども、なんかちょっとまだ解禁になってなかったのでね、なり次第すぐお知らせしたいと思います。お願いします。はい、あとは何かあったかな、あとでも皆さんにお知らせするべきことが 2,3 個あるんですけど、それもさっき見たんですけど、まだちょっとお知らせできる感じじゃなかったので、すいません、また後日になりますね。
22日全然言えなかったんですけど、22日行きたいなが、もう22行きたいなになっちゃった。22日ぜひ遊びに来てくださいませ。絶対もうなんていうのかな、もうね大爆笑が止まらないみたいな感じのイベントなので笑いに来てくださいですかね。よし、この後一生懸命頑張ろうと思います。なんかね、でもちょっと悩みがあって、2つ悩みが今あるんです。あ、3つかな。1つ目は全然終わらない、しょうがない、もうこれは全然もう一人の力じゃ終わらない、どうしようっていう感じ。2つ目が編集してる時になんかすごい髪の毛がちょっとうざったくなってきちゃって髪の毛を切ろうかなって悩んでいる。そして3つ目が3つ目がね、なかなかこうご飯が進んでしまう、全然お腹いっぱいになってない、どうしようっていう、そういうその3つが悩みです。でもその悩みを乗り越えて頑張っていこうと思いますので、皆さんぜひ応援しててください。遠くからよろしくお願いします。ボブにしてください。そうですね、本当はこんぐらいの方が私は多分似合うと思うんですけども、なんか髪の毛の長い女の子が好きなのに自分は長いのが似合わないっていう、一番なんかあってはならぬ感じなんです私。でも私こんぐらいが本当は一番ねしっくりくるんですよ。いやいやとか言っていや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 、まあそんな感じで皆様お付き合いいただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。じゃあ頑張ってきます。ありがとうございました。ゲームさん、クマありがとうございます。クリスマスクマだ、まだ早いけどありがとうございます。このクマを抱いて編集頑張ります。頑張ろう、元気出ましたパワーもらいました、ありがとうございます。お疲れ様でした。ではまた、ケムさん本当にクマありがとうございました。皆様もまた明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。